はい、始まってしまいました。森田クラブがご好評いただいたということで、イオンカードさんの2期生に MC を任せてみようシリーズの第2弾です。イエーイ寂しい、はい、この番組は私の部屋にゲストをお招きしてみんなでワイワイとお話ししようというものです。そしてこの部屋は私をイメージして作ってくださったらしいんですけど、どうですか？もうめっちゃ可愛くてめっちゃテンション上がってるんですけど、後ろにもドレスとかティアラとかめっちゃ可愛いお部屋なのに、なんかそこに私が多分バレーボールしてたからスポーツグッズがあるんですけど、まあ、ちょっと浮いてるなっていう感じはあるんですけど、何でもこの番組には決まった冒頭の挨拶があるということで、今からやってみたいと思います。はい、個人 PV の再生回数が一人だけ100万回を超えています。田村の時代 MC の田村ほのです。はい、まあこうなりますよね早速誰か来てくれたみたいですね。やっほー、こんにちは。いらっしゃいませ。お邪魔します。失礼します。嬉しい、みんな来てくれました。お邪魔します。どうぞどうぞ。最初のゲストはこの3人です。桜坂462期生の藤吉佳林です。よろしくお願いします。渡辺梨沙です。よろしくお願いします。渡辺梨花です。よろしくお願いします。どうぞどうぞお座りください。失礼しますこの部屋どうですか？めっちゃ可愛い、大好き。なんかすごい挨拶してたね最初そうなんですよね、まあ言わされたんですけど面白かったあのね、お土産持ってきたの、ありがとうございます嬉しいです、嬉しい。かわいい、近づいてきたかわいい、いっぱいあるんですね。アランミリアのストレートジュースで、フランスのアランミリアさんって人が味も香りも高級ワインみたいにこだわって作ったとっておきのジュースです。ありがとうございますいただきます。いただきます。うん、本当のやつだ。おいしい、おいしい、すごい、なんかすごいちゃんと、おいしい、果物って感じですね、うんうんうん。はい、ではここで田村の時代ルールを発表します。こちらのカードに書かれているテーマについてワイワイ話していきます早速かりんちゃんから引いていきましょう。あ、怖い、ちょっとじゃあ渡しても大丈夫かな。はい、中から何かな、怖いね、はい、え、なんだ。お、人生ん、あ、人生で一番思い切った買い物は、おお、最近だとテレビ。うーん、あー、そうだ、めっちゃでっかいの買ったよね。え、結構大きいよね多分。大きい。2期生とかよく家に来るんですけど、うん、あのテレビが小さすぎてカーナビって呼ばれてて本当にカーナビサイズなんですよだいぶ小さいねだいぶ小さくて、でちょっとバカにされすぎて思い切って買いました。大きいテレビをちょっと負けないぞって思ってもう言われないね、もう言われないじゃあ次梨沙さん、はい、お願いします。これ、なんだろう、じゃん、友達や家族によく言われること。なんかありますか？かりんちゃん、かわいい、かわいいでしかない、もう。いや、でも、聞いてください。さっき私にかわいいってずっと言ってくれてたのに、井上に向かってかわいいみんなかわいいの、でもかりんちゃんが一番かわいい。あ、どうですか、かりんちゃん。かわいい、嬉しい困っちゃった、困っちゃった。リカさんはありますか？
でもリカさんもすごいみんなから可愛いってことあるごとに、さっきもめちゃめちゃ可愛かった。紹介する、紹介めちゃめちゃ可愛い。ていちゃんも可愛い、可愛いだね。これだけは譲れない、こだわりってある？こだわり、こだわりなのかどうか分かんないけど、めっちゃ大したことないんだけど、はい、友達とかがお家に来てもらったら、必ず着替えてもらう。リサさんの服にってことですか？なんかそう、部屋着、私の部屋着とかそういうなんかレッスン着みたいな、そういう T シャツとか、ジャージみたいな、スウェットみたいなのを渡して、これに着替えてって言って、嫌なんだよね。外気がね。なんかそう、なんかなんだろう、ちょっと潔癖なのか分かんないんだけど、普通になんか本当足とかも洗ってもらいたいレベルかも。衝撃。それはこだわりですね。こだわりかな、はい、こだわりかな、こだわり、ね、そうなんですね。そう、まあでもいますよね。そうそうそう、なんか、え、もしじゃあその外から入ってきた人がバーンってベッドとか乗ったら、もうできん、できん。許せない。一回なんか斉藤冬香ふーちゃんがお家に来た時に、もうお風呂入ってないまま私のお布団で寝だして、やばい、もう本当もうこの野郎って思ったんだけど、でもそれからちょっとね、ふーちゃんも反省してくれて、もうしないって言って。そう、そうなんですね、リサさんのこだわり。そうですね。なんかなんか食パンを買ったら、大きいやつ買ったら切らないでそのまま手でそうなんですか。なんかそれ、それが一番美味しい気がして。そうなんだ。大きいの抱えて一斤ってこと？一斤をつぶって食べる。それも確かにこだわりですね。それが美味しい。切るよりってことですか？うん、夢みたい、なんか確かに、やってみたいですね。やりたい、もう一斤抱えて。確かに幸せ、幸せだね。うん、ある？あれちゃん、ずっと考えてたんだけど全然出てこないね。ないね。それはないね。お、誰か来たみたいです。ちょっと出ますね。はい、あ、いらっしゃい。どうぞどうぞ。お邪魔します。元気な二人が。カリンちゃんと喋ってた？カリン喋ってた。喋ってた。しっかりしよう。どうぞ座ってください。ありがとう。では自己紹介お願いします。はい。こんにちは。兵庫県出身20歳の井上里奈です。はい。ありがとう。お願いします。はい、滋賀県出身19歳の竹本結衣です。よろしくお願いします。ありがとう。いらっしゃい。どうですかこの部屋。いや、すごいね。さ、ドレスも気になったんだけどさ、これ体育半ズボンでしょ。あ、そういうこと。絶対そうだと思って。練習頑張ってんじゃね。練習頑張ってんじゃ ね。あのですね、お土産を今日持ってきた。ありがとう。2人で持ってきました。嬉しい。あの、ね、ありがとう。じゃあ、いいでしょ。すごい、すごい。なんかこの果物の中にこうフルーツの美味しさを丸ごと詰め込んだゼリーなんですよ。嬉しい。ありがとう。じゃあみんなで食べましょう、これ。井上、ごめん、ちょっと手伝ってもらってもいいかい？あ、もちろん手伝います。なんで笑うんですか？なんで笑うんですか？飲みたいジュースある？パイナップル。え、何がある？これさ、この4種類あんねんけど、好きなジュース。すごい、なんかおしゃれ。リカさん、喜んでます。え、リカさん撮ってきたんですか？すごい、めちゃめちゃおしゃれ。え、何があるの？え、めっちゃ迷うな。
いつもあんな感じなの？はい。そうなんだ。元気だね。ご飯パクです。じゃあいただきます。いただきます。おぉ、すごい。すごい。フルーツを丸ごと使ったゼリーなんで。本当に丸ごとの。すごい。初めて。そう。うん。あ、どうですか？美味しい。美味しい。うん。本当に美味しい。ありがとう、みんな持ってきてくれて。よかった、喜んでもらえてね。我々のセンスというか。いいね、センスよかったです。美味しい、うん、美味しい。そう、あ、カードがあって、うん、この、ま、前回の森田クラブと引き続き、うん、今回もカードがあって、ね、でも今回は種類が増えてて、そう、楽しんでもらえたらと思います。すごいですね。田村の時代。ありがとう。なんかじゃあ、クニちゃんからもう一回お願いします。はい。自分以外の推しメンは誰？おー、このグループでってことかな。このグループで。でもそういう意味ではキラちゃん。あのいつもおちゃらけてる感じだけど、うん、なんか雑誌、うん、を見たのよ、キラちゃんが写ってる、うん、それ見たらすっごい美人でびっくりして、そのギャップに、うん、だから推しメンかな。こうね、なんか入ったらみんなのこと好きになるじゃん。いや、そうね。そうね。ずっとこう入る前から推しメンって言ってたのはリサさん。え、知ってるじゃないですか。そうなの？絶対知ってますよ。全然なんかそんな素振りさ見せなかったよね。でもなんか井上は好きすぎるがゆえに好きすぎる人に行けないっていう。なんか全然なんか来てくれなくて、嘘だな、嘘なんだろうなと思って。違います。行きすぎて、なんかなんだと思われても嫌だから。めっちゃわかる。こう普通に、超なんか平凡を装ってたっていう。わかるよ。でも私も井上ちゃんと仲良くなりたい。え、本当ですか？本当。仲良くできますかね、私。できるかな。すごい緊張しいだから。わかるわかる。連絡するね。あ、本当ですか？うん、ありがとうございます。ここでやった。ありますか？推しメン、私かりんちゃん。あ、出た。かりんちゃん、もうみんながあーってなると思うんだけど、あのセカンドシングルの思ったよりも寂しくないの MV 撮影の時にかりんちゃんとねペアになる振りが多くって、その時にめちゃめちゃ笑顔でこう踊ってるのを見て、もう胸がもうズキューンってもう打たれて。あそこで。そう、もう好きってなった。嬉しい。リサさん、弾いてください。はい、で、はい、休みの日は何して過ごす？おお、いいちゃんある？私、そうですね、ドラマとかバラエティとかをもう大量にいつも録画して、それを一気に休日に見るのが好き で、で結構こうドラマとか見てるとき私すごい突っ込んだりとか、あーとか言っちゃうて、やってそう、でなんか、あ、今のいいとかでチューブ戻してめっちゃ戻すから、私もう全然終わんないですよ、ドラマ。すごい、今のはあかんやろとか言って一人ですごい楽しんでます。人と一緒に見れないタイプだ。自分と一緒に見たらちょっとうるさいかもしれない。そっか、それも見てみたいけどね。ある？かりんちゃんは。で、一番行ってるのは映画館。あ、この間映画館行ったらかりんちゃんに会ったんですよ。そう、びっくりしました。かりんちゃんって本当に映画館めっちゃ行くんですよ。だからもしかしたら会うんじゃないかなって正直思ってて、そしたら本当に会ったね。会ったね、びっくりした。はい、はい、4カードの新しい CM は見た？おお、どうですか？でもなんか4カードさんとはこう本当に2年ぐらい
ずっとね CM を撮っていただいてて、なんかだんだんこうストーリー性のある CM だから、こうそれぞれ成長していってるし、この時期だからこそなんかリモートで CM でリモートでしてたりとか、すごく今の瞬間に寄り添ってくれるようなね CM になってるから、めちゃくちゃ素敵ですよね、毎回頑張れみたいな、ちょっと応援したくなっちゃうような、そのどんどんなんていうの、ステージに向かっていろいろ成長していくストーリーみたいになってるじゃないですか、それをすごい頑張れってこう思っちゃいますね、私見てると。そちらも一緒に楽しんでいただけたら嬉しいなと思います。完璧です、素晴らしい、完璧。ここで桜坂46カードの PR をしてくださいっていうことなんですけど、はい、それは私たち井上と竹本にお任せください。楽しい、お願いします、はい、それではカード特典のご紹介です。なんと桜坂46に関連するカード特典が4つもあるんです。4つ、はい、1つ目、桜坂46のコンサートで先行受付があります。2つ目、桜坂46のイベントグッズ売り場で、これご提示いただきますと優先レーンにお並びいただくことができるんです。めっちゃいい、すごいですね、これすごいね、はい、3つ目、イオンカード公式アプリイオンウォレットではお好きな桜坂46メンバーを推し面を選んで桜坂46メンバーオリジナルカード券名を表示できちゃうんです。ちなみに今はこれは炎になってます。設定これを使います。4つ目、クレジット払いご利用でたまったポイントはここでしか手に入らないブロマイドやクリアファイルなどオリジナルグッズに交換できます。生写真、はい、そうそう、サイン入りだね、これサイン入りの。すごいいいね、ぜひゲットしてみてください。今はなかなかイベントで会えないけど、またコンサートとかイベントがたくさんできるようになったらいいですね。いや、早く、本当に会いたいですね、会いたいね。そんな時にこのカードは大活躍です。確かにね、グッズとかね、ライブとか、もうそれこそ本当にイベントがあった時にめっちゃ使えるね。ということで皆さん、ぜひ桜坂46カードをよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、じゃあもう私たちそろそろ3人は帰ります。ええ、もう帰るんですか。はい、あのちょっとこの後料理の仕込みがあって、本当ですか。あの3人でちょっと作んなきゃいけないんで、すいません、本当に。あ、なんか嫌だったとかじゃないですか。あ、全然、本当に。バイバーイ、バイバーイ、お邪魔しました。バイバーイ、ありがとう。本当に帰っちゃった。急がないと、あとね、急げ急げ。かわいい、なんかかわいいな。帰っちゃった。ちょっとね、あんなことある。ね、料理の仕込み本当か。まだ行っていいんですか。行ってくれるの。私たち仕込みないから。ない、大丈夫。料理やってないんで。ありがとう。それでは田村の時代、次はどんなお客様が来るのかお楽しみに。バイバイ。